お久しぶりです、トーマスです。今日はね、アムウェイに勧誘された話っていうのを俺の実体験に基づいて解説をしていきたいと思います。いや、もうアムウェイなんかいいってもういくらでもそんな話あるやんって思うとは思うんやけど、ちょっと待ってほしい。俺のアムウェイに勧誘された手法がものすごい斬新で、これ結局アムウェイなの?みたいな感じやから、これからアムウェイを勧誘しようとしている人、勧誘される予定の人も含めて参考にしていってもらえればと思います。はい、で、まずアムウェイとはっていうところやけど、説明いらないでしょう。世界最大のマルチ商法会社となっております。で、イコールノットネズミ講って書いてあるんやけど、ネズミ講は商品を扱わないから違法なのに対して、マルチ商法は商品を扱うから合法だからいいんです。で、システムものすごい単純です。人を紹介すればするほど儲かるシステムです。で、具体的には非紹介者の買い物が紹介者の利益になっちゃいますということなんで、紹介すればするほど儲かるから紹介料欲しさに広がり続ける、あらゆるところで勧誘が行われてアムウェイうざいなっていうイメージの元凶になってるのがこれなのよ。で、アムウェイの実態こんな感じとなっております。本来10万円の商品に10万円上乗せして20万円で売っております。そして上乗せされた10万円があなたの紹介料になるんですということなんで、どうしても商品の値段は割高にはなってしまうんやけど、その割高な理由を説明するために、商品の素材が素晴らしいとか商品の品質が素晴らしいと歌わざるを得ない、歌いまくってくるパターンっていうのが非常に多いです。で、繰り返しになるんやけど、マルチ商法に関しては合法です。だからやりたければどうぞやってください。ただマルチ商法の実態としては、社会全体で壮大なババ抜きをしていることに等しいからおすすめはしないです。というのも、一番上にいる人に関しては、紹介した人が割高な商品を買ってくれることによって、その紹介料ガンガン入るからむちゃくちゃ儲かります。一方で、一番下にいる人たち、この人たちはババを引いています。割高な商品を買わされているだけの人たちなんです。でも、この人たちには夢があります。いつかここまで上がりたいな、その夢を叶えるために必死に勧誘を重ねるっていう形になるから、ババ抜きなのよ。誰か自分の代わりに不幸になってくれる人を探すっていうのがマルチ商法の正体なのよ。でね、基本的にビジネスっていうのは、売る人も買う人も得をする、だから続くっていう話になるんやけど、マルチ商法に関しては誰かの不幸の上に成り立つビジネスなんで、おすすめはしないです。人間はやっぱり人から感謝されることによって幸せを感じるのよ。マルチ商法をやってる人が幸せになれないのはそれが原因です。で、じゃあお前どんな風に勧誘されたのっていう話がこっからにはなるんやけど、時はね、27歳まで遡ります。現在が34歳なんで、7年前ですね、東京に2度目の進出を果たしてしまいました。で、ね、民間の営業職の会社に就職をしたんやけど、その職場の先輩が DJ をしていて、で、その先輩がね、トーマスくん今度イベントやるんだけど来ないかいって誘ってくれたのよ。職場の先輩が DJ、 これが東京かって思ったのを覚えてはいるんやけど、もうそれは二つ返事でしょ。だってもう奈良から出てきたばかりのおのぼりさんなわけよ。何もかもに興味津々、東京のイベントってどんなすごいことが行われるのっていう風に期待に胸を膨らませて、単身で渋谷のイベント会場へ乗り込みました。で、そこで行われていたイベントは極めて健全なものでした。不要不急の外出をしている不特定多数の方々が全く乗れていないという状況で、なんだこのイベントは全然面白くないなとは思ってはいたんやけど、まあまあこれも経験か、場数を踏まないとなと思って、適当に時間を潰して2時間ぐらい経ってから帰ろうと思って、そのイベント会場のトイレに行った時に事件は起こるんですね。帰りのトイレで男性に声をかけられた。なんでよりによって男性なのかとは思ったんやけど、こんにちは、誰の紹介できたんですかっていう風に声をかけられて、まあ別に俺も断る理由がないわけよ。東京に来たばっかりで友達もおらんし、友達増えて悪いことはないでしょうということで、二つ返事で LINE 交換をしました。まあでも別に男友達やからそんなに会うこともないかなとは思ってたんやけど、この友達がものすごい誘ってくんのよ。で、まずその誘い1回目です。ブルーボトルコーヒーに誘われます。ブルーボトルコーヒーあんま知ってる人おらんとは思うんやけど、日本に上陸したばかりのコーヒーチェーン店、1店舗目がちょうどこの年にオープンしたっていう時で、まあスタバみたいなもんなんやけど、それオープンするから行こうぜって言われて、で、なんと集合お昼の12時から、もう超健全です。そしてそのブルーボトルコーヒーに並びながら喋るコーヒーを購入して、椅子に座ってまた喋るっていうだけの中学生みたいな遊び方をしてしまったんやけど、しかもね、なんかね、その友達がね、やたら忙しいらしくて、この後予定入ってるからみたいな感じで2時間ぐらいで解散をしてしまうね。で、ね、会話の内容はマジでほとんど覚えてないんやけどね、仕事何してんのって聞いた時に、ホームズっていうグループに入っていて、そこで経営者になるために経営の勉強をしているんだよトーマスくんみたいなことを言われて、あ、そうなんや、東京の人ってやっぱり意識高いな、俺も見習わないとなって、この時の純粋な俺は思ったんやけど、まさかあんなことになるとは知る由もなかったんですね。はい、で、2回目です。その1週間後にまた誘われました。で、これ場所明確に覚えてるんやけど、渋谷駅前のツタヤあるでしょ、あのビルの最上階におしゃれなカフェがあって、で、仕事帰りにちょっとご飯食べようぜみたいなことを言われて行きましたと。で、そこでの会話も全然覚えてないんやけど、やっぱりね、なんか忙しそうにしてんねんな。ほんで、なんか2時間後ぐらいに健全に解散をしたっていう形
形ではあるんやけど、ただね、その友達がね、会話で間が空いてしまったら、そう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 って言って間を埋めるタイプの友達で、俺ね、この友達の影響でそう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 っていう人に関してはもう信用しなくなってしまったね。で、3回目です。また1週間後に今度はね、ホームズっていうグループのパーティーがあるから行かないかい、トーマス君みたいな風に誘われてしまって、え、ホームズのグループのパーティーに呼んでくれるの俺でいいのみたいな感じではあったんやけど、まあまあ呼ばれたんであればぜひとも行かせてくださいというところで行きましたと。で、これも仕事終わりではあったんやけど、渋谷駅から歩いて行ける、まあ場所は覚えてないんやけど、小さいバーみたいなところでパーティーをすることになったんやけど、ものすごいゴージャス。なんかね、内装もね、シャンデリアみたいな感じやし、そこのメンツがすごいね。なんかね、モデルさんの外国人とかがいてね、身長190ぐらいのすげえイケメンの人がいたりとか、その他の人もみんな身なりちゃんとしてるし、笑顔が素敵やし、日本の未来明るいみたいな雰囲気のパーティーではあったんやけど、やっぱね、そういうの見せつけられると、あ、俺もこんな風にならないといけないのかなって思ってしまう気持ちはわかるね。俺はね、この輪に入りたいとあの時うっすら思ったよ。でもやっぱりね、パーティーっていうことなんで、会話は非常にしょうもないですと。君はどんな仕事をしているんだい、将来はどうするつもりなんだいみたいな、もうそういう浅い話をいろんな人としてはいたんやけど、そのそうそうそうの友達がね、その時にね、トーマス君、すごい人が今来てるんだけど、君と話したいらしいんだけど、一度話してみないかいみたいなことを言われたわけよ。すごい人が俺に時間使ってくれんのってちょっと怪しいなとは思いながらも、まあまあ話すだけなら何も失うもんはないし、とりあえず話してみようかなということで、2つ返事で OK をぜひともお願いします。そのね、バーの後ろのこじんまりとした個室のところにその人が座っていたんですね。で、そのすごいと言われている人はね、こういうのよ、トーマス君、友達から聞いているとは思うけど、我々はホームズとして経営を勉強している。我々が目指すところは、一人一人が経営者になって、経営者同士でつながることによって大きなことを成し遂げることなんだと、まあざっくりなそれっぽい大義名分みたいなことを話されたんやけど、その後にね、君には見込みがある、一度ホームズに入るための面接をしてみないかみたいな話をされるわけよ。俺選ばれてる、いつの間にか俺すごい人に選ばれてる、もしかして俺すごい人になれるかもしれないっていう風に思わせる戦略、これね、俺もね、死ぬほど怪しいなとは思いました。もちろん思ったんです、俺もアホじゃないです、東京に出てきたばっかりでおのぼりさんではあったけど、こんなにトントン拍子でうまくいくはずがないだろうとは思ってはいたんやけど、ポイントとしてはね、まだ金を請求されているわけじゃないのよ。しかもね、中八九嘘っぽい話であるけど、もしかしたら万が一で本当のチャンスの可能性もあるわけじゃない。というのもね、俺ね、ノーって言えちゃう日本人なのよ。何かを請求されたら躊躇なく無理って言えちゃうタイプやから、じゃあもう行けるとこまで行ったったらええやんけって思ったのよ。ということで、ぜひともお願いしますという風に承認して面接を受けることになりました。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。で、これものすごい手込んでるでしょ。だってさ、ここまで友達と3回会ってるにもかかわらず、この段階でもまだアムウェイの話は出てこないと。ホームズという漠然とした経営者仲間、そして俺も経営者になれるかもしれない、そして我々は君を選んだんだよっていう特別感を植え付けてくる演出が憎い。これは手が込んでる。一体この後何が待ち受けてるのか、この時の俺は知る由もなかったんですね。いや、まあうっすら感づいてはいたけどね。でね、この後2回の面接が続きますと、まあ面接って言ってもそんな大したもんじゃないの。例の友達がこの時間ここのカフェに行ってくださいねみたいな感じで連絡をしてくれるから、そこに行くと初対面の2人組が待ち構えていますと。1人が先輩の説明役で、もう1人が後輩の見学役みたいな感じではあるんやけど、そのカフェに行った時にね、あの身長190の外人のモデルがいるわけよ。で、こっちに手振ってくんね。うわ、この人たちこんな密接に繋がってるんや、こんな偶然あるんやなって思った記憶があるわ。で、面接の内容としては、君はお金は好きかいとか、お金があれば何がしたいとか、ホームズには経済的自由をつかみ取って海外で自由に生活している人がたくさんいるんだよとか、もうそういうね、なんこの質問、一体何を聞いてるのっていうか、面接はどこ行ったみたいな話で、ずーっとね、金好きやろ、不労所得欲しいやろ、仕事したくないやろみたいな話をされる。で、それを話されて、なぜか君は合格だから次に通すみたいな。なんで俺なんで合格なん、何にも話してないけど、合格の要素どこって思ったんやけど、その次に言われたのがね、誰でも合格できるわけじゃないんだよ、君は優秀なんだよっていう風に言われたのを覚えています。で、これが2回続くの。カフェ行って2人組がいて、手応えのない面接をして、なぜか合格するっていうのが2回続いて、3回目ですね、これが最終になるらしいです。最終面接は誰でも行けるわけじゃないから、心して取り掛かるようにという風に言われました。全く攻略法が分かりません。なぜか合格しちゃうんです、俺がすごいから。で、3回目はね、カフェではないのよ。面接はね、マンションの一室で行われました。まずね、オートロックがあるのよ。そこで部屋番号を押して、トーマ
ますです。最終面接で来ましたっていうと、オートロックのドアが開いちゃうんですね。で、ピンポンを押しますと、ドアを開けられますと、そうすると中に講師っぽい人が一人と、あと俺と同じで、これから面接を受ける人が一人。だから二人体制での面接を受けるっていう形やって。でね、多分ね、8畳か6畳ぐらいの薄暗い部屋で、その中にテーブルと椅子が3つぐらいと、あとホワイトボードが用意されてるっていう感じの、むっちゃ殺風景な部屋ではあったんやけど、観葉植物もあったかな、多分。で、最初に言われるのが、ここまで来れたのは君たちが優秀だからなんですよって、え、俺そんなすごかった、なんか全然自覚なかった、嬉しいな、そんなこと言われると。で、そっから言われることがこちらですね。驚かないでほしい、君たちにはこれからアムウェイに取り組んでもらいますと。とは思わなかったね。なんかそれっぽい雰囲気あったなとはずっと思ってたから、ここでアムウェイ何やとは思ったから、それが表情にも出たんやろうね。でね、担当はね、ちゃんと言い分を用意してるのよ。それがこれにはなるんやけど、アムウェイがイメージが悪いっていうのは100も承知ですと。だからアムウェイを頑張ることによって人間力を鍛えることができるんだよ。イメージが悪いアムウェイが売れるようになれば、君は何でも売れるようになるんだよと。そしてアムウェイで人間力を鍛えながら資金も貯めることができます。同時に経営の勉強をすることによって経営者になる方向でも進めますっていう話やったよ。あ、なるほどなと思わされたよ、正直。あのね、アムウェイのイメージが悪いっていうのを逆手に取ってくるわけよ。だからこそ人間力がないと売れないよ。アムウェイは目的ではなく手段なんだよ。君たちはアムウェイによってこれから成長することになるんだよっていう。で、今度はね、その担当がね、アムウェイがいかにちゃんとしたものか、アムウェイの世間のイメージが間違ってるのかっていう説明をしてくるんやけどね、アムウェイにはソフトバンクの iPhone もありますと。化粧品とかサプリメントだけじゃないんです。あのソフトバンクだって絡んできてるんです。そんな会社がおかしな会社なわけがないでしょ。しかも超大きな会社なんですよっていう風に言われるのよ。ということで、とりあえず一回ホームズの説明会に出てみないかいという風に言われるんやけど、この説明会非常に価値があります。替えが効かないんだよ。だからこの説明会出るのであれば本気で挑んでほしい。君はこの説明会に出るかいっていう風に問われたのよ。それに対する俺の回答がこちらですね。はい、説明会に参加しますと。もう二つ返事よ。というのもね、あのね、商品に iPhone があるっていうのがちょっと俺の中で響いてしまったのよ。東京に出てくるまでの 1,2 年でドコモショップとかでスマホを売ったりもしてはいたんやけどね、俺ね、あのね、自分で言うのもなんやけど、ものすごい売り上げ良かったのよ。携帯のことはそれなりに詳しいし、売るのもうまいはず。そんな iPhone を売れるなら、もしかしたら商機はあるんじゃないのか、俺にアムウェイは向いてるんじゃないのかって思ったのが一つ。そしてね、もう一つ気になったのが一番重要なポイントですね。アムウェイは目的なのか手段なのか、目的はアムウェイなのかホームズなのか、真実はどっちにあるのかっていうのが気になったと。それを確認したいというのを、まるっと含めて説明会に出てから考えればいいか、まだ1円も請求されてないしって思って、こんなもん最悪断ればいいだけの話よ。ということで、その日は家に帰ってからアムウェイについて調べましたと。どんなもんなのかな、アムウェイ、悪いイメージは聞いてるけど、実際のところ自分で調べてみないとわからないよね。で、調べた結果ね、分かったことが、アムウェイのメインの商材って健康食品とか化粧品であって iPhone ではないのよ。で、この辺って俺ものすごい疎いんよね。なんかもう安ければそれでいいじゃんみたいな感じやから、マイプロテインをずっと押し続けてるっていうのもそれではあるんやけど、まあ、この辺の最大の強み何かっていうと、価値がわからないってことなのよ。これすごくいいですよっていうのを信用させれば、いくらでも金を出させることができる商材っていうのが健康食品とか化粧品とかこのあたりなのよね。で、俺はこの辺は無理やな、俺が売るならやっぱり iPhone しかないなというふうには思ったんやけど、次に考えたのが、じゃあ俺から iPhone を買うメリットって果たしてあるんだろうかって思って、確かに俺は iPhone を売りつけることによってメリットを得ることはできるんやけど、俺から買った人は俺から買うメリットないよね。この時まだキャッシュバック戦争が激アツの時代よ。だからね、俺から買うよりも普通に MNP をした方がお得になるのよ。携帯ショップでもいいし、テルルモバイルでもいいし、モバンとかヤマダ電機とかそういうところでもいいんやけど、そこで契約した方が乗り換えでキャッシュバック多額もらえるやん。俺から契約するより絶対こっちの方がお得やん。じゃあ俺から契約するメリットないやんと思って、まあいいと、商材の件はまた後で考えよう。ところでアムウェイの紹介システムどんな風になってるのっていうの気になりますよね。で、それ調べた結果なんですが、無理ゲーです。あのね、この図でも出した通りではあるんやけどね、とにかく古文を作らないと割高な商品を自分が買ってばっかりで損するシステムなのよ。じゃあどれぐらい古文を作ればいいのっていう話ではあるんやけど、古文は何人でもいいですと。その古文が合計でアムウェイの商品を 38,961 円分購入してくれることによって、自分に 1,170 円のバックが入ります。これが最低限のバックです。最低限月これだけのものを自分の障害から買ってもらわないとお金にはならないです。でもこれ鼻くそみたいな金額よ。こんなもんもらったところでっていう話であるんやけど、じゃあまともに金がもらえるレベルってどこぐらいになるのかなっていうのを調べたのがこれですね。古文が合計で 1,948,051 円分買っ
ってもらえればバック率が最大で 21% に到達します。これによって自分に入ってくるお金は40万円となります。だ別に子分が何人でもいいのよ、1人でも10人でも100人でもいいんやけど、まあ、194人いれば1人1万円購入してくれることによってこれを達成できるから毎月40万円が入ってくるっていう話であるんやけど、これだけの人を見つける労力えげつないでしょ。しかもその人たちが毎月毎月定期的に買っていかないと俺にお金は入り続けないわけよ。ということなんで、確かにアムウェイは早ければ早いほど儲かる人がいるっていうのは事実ではあるんやけど、今始めるべきではないと。というか子分を探し続ける労力が半端じゃないし、その労力別のところにかけた方がいいかなって気がするでしょ。で結局ホームズどうなったのっていう話であるんやけどね、これね闇の中やねん。俺ね説明会予約はしたんやけど、この時期ちょうど仕事が忙しくなってしまって説明会をキャンセルしたのよ。あんなに替えが利かないと言われていた貴重な貴重な説明会をキャンセルしてしまったんです。行きたかった。ただねこれねキャンセルするとその後ね例の友達から説明会いつにする、まだ行けるよみたいな連絡が頻繁に来るようになって、あれこれちょっと聞いてた話と違うぞ、替えが利かないっていう話は一体何やったんやっていうところで違和感が確信に変わってスルーをしましたと。ホームズは嘘でアムウェイが真実だったんだなとここで判断したっていう感じやね。でね最終的に確信したのは替えが利かない説明会に何回も誘ってきたからではあるんやけど、今振り返って思えばその例のそうの友達がやたら2時間で切り上げる、これどうしてかっていうと多分ね俺の次に俺と同じようなやつがたくさんいたから俺に時間を費やせなかったんやと思うのよ。さらにまああのパーティー会場での不自然すぎるすごい人との遭遇っていうのももう言わずもがなでしょ。あんなもんは演出以外の何もんでもないと。であとね外人モデルもなぜかやたら見かけると身長190センチのイケメンなんか目立つわけよ。でその人もホームズに入っています、パーティー会場にいました、偶然カフェにもいました、そうなると運命なのかな、俺もホームズに入ってこの人たちと繋がれるのかなって錯覚してしまうでしょ。そういう演出としてあの人を置いたんじゃないのか、この三段戦法だったんじゃないのかというふうに今振り返って思う。それにしても手かけすぎよね、3回俺と普通に遊んでるんやで。いくら1回2時間とはいえ効率悪すぎるでしょ。関係性を作って離脱を防ぐためっていうのが目的やとは思うんやけど、これアムウェイのためだけなんかなって疑問に感じるのはそこなのよ。お手でその後その友達からは説明会の連絡が来てたんやけど、俺はねそこに対してホームズはやっぱりいいわと、ありがとうねという風に返信をしました。でそうするとその友達非常に優しいですね、ホームズ関係なしでも全然いいんだよ、また遊ぼうねっていう風に返信をしてくれたんやけど、俺別にそんな会いたくないかなっていうことでもうこれは既読スルーしております。というのが俺のアムウェイの勧誘の体験談ではあるんやけどね、アムウェイの悪いイメージを逆手に取る手法はすごいと。俺ねここに関しては今も納得してるもん。アムウェイが人間力を鍛えれるっていうのは多分本当、例えば石原さとみみたいな肌になりたいって思うからみんな石原さとみが出てる CM の化粧品を買うんでしょ。ということは自分が石原さとみのように憧れられるような存在になれば間違いなく人間力は上がってるよね。でね後で知ったんやけどね、渋谷ってアムウェイの本拠地なのよ。アムウェイの本社が渋谷にあるのよ。だからさ渋谷ってさ謎のパーティー多いなっていう印象あるやんか、連日パーティーが行われ続けてる印象あるんやけど、それ多分事実で、なぜかというとアムウェイの人たちがパーティーでカモを探し続けてるからなのかなというふうに思いました。あとね個人的にはね最初からアムウェイだよって言ってほしかった。ホームズって言われたから質問ができなかったのよ。アムウェイだよって言われたら俺はね興味津々で聞いたと思うよ。実際にアムウェイって儲かるの、君が得意な商材は何なのとか聞きたいことは今でも山のようにあるんやけど、全てお蔵入りしてしまっています。あとね未だにアムウェイが存在をしているというのは儲かってる人がいるからなのも間違いない事実なんです。だからねアムウェイを完全に否定することはできないです。儲かるっちゃ儲かるんやけど、その確率は極めて低いし、その努力は他に活かした方が効率的です。でこっからね最後に一般論の話にはなるんやけどね、20歳を超えると悪人の勧誘が劇的に増えます。気をつけてください。なぜかというと法律の保護がなくなるからなのよ。未成年はバカだから法律が保護してくれてるのよ。でもね20歳を超えると未成年じゃなくなるでしょ。だから法律の保護がなくなるけど、19歳と20歳なんかほとんど変わらんねんな。全然人生経験がないし判断力もまともじゃないにもかかわらず法律の保護はなくなってしまう。だからたくさんの悪人が寄ってくるんです。今20代の方、これから20代を迎える方、気をつけてください。で東京に限らずではあるんやけど、悪質なビジネスの勧誘よく見かけるのがこれらになります。ネズミ子、まあこれは違法やけど、今回のアムウェイのようなマルチ商法もそうやし、宗教勧誘、投資ツール販売詐欺、ポンジスキーム詐欺、モバイルプランナーとか最近新しいのも出てきています。この辺どんなもんかっていうのは自分で調べてください。ただ関わらない方がいいです。関わるとしても自己責任、人生経験程度っていうのがおすすめです。でね実際マルチ商法
法の主なターゲットっていうのはやっぱり20代なのよ。これね、消費者庁が出してるマルチ商法に関する相談件数を年代別年間別に分けたものではあるんやけど、2019年に関しては20代が 47.8% を占めております。人生経験が乏しい20代はカモにされるんで、そんなこと言われても人生経験乏しいんだから避けようがないでしょ、一体どうしたらいいのって思うでしょ。そういう人安心してください。勧誘に騙されない心構えがございます。あの、ね、非常に基本的な話として、いい話は他人には教えません。庭から石油出たんやけど君もいるって絶対ならへんやん。庭から石油出たら全部俺のもんにしようって思うやん。だから他人から教えられるいい話に関しては、教える側が得する話だということを肝に銘じてほしい。そして悩むのは自由、決断するのも自由ではあるんやけど、即決だけはしないでほしい。即決せずに一旦持ち帰って、それ本当に大丈夫なのかっていうのを調べてほしい。できれば周りの人に相談してほしい。俺には相談しないでほしい、暇じゃないから。あとはね、ノーということに躊躇しないで大丈夫です。この人こんなに丁寧に説明してくれたんだから、こんなに頑張って説明してくれたんだから、断るのは悪いなっていうところに悪人はつけ込んでくるんです。あのね、基本的に営業っていうのは断られるのも仕事なのよ。あとね、断るときに理由を説明する必要は全くないです。契約する理由をお前が説明しろっていう話であって、断る理由を説明する義務はないのよ。断るときは断るの一言で OK、 断る相手に忠誠を示す必要はないです。むしろ黙って席を立っていいです。それが明確な意思表示になるから。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンと、あとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。あとツイッターもやってます。日々くだらないことを発信しています。そちらもフォローしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。